どうも、岩井川の井川修司です。相棒一つよろしいですか？ということでございまして、井川の、趣味の一つと言いますかね、土偶もやらしてもらってるんですけども、名作ドラマ相棒をですね、おそらく俺シーズン1から全話見てると思うんですよ。スペシャルも映画も。ちょっと相棒の魅力というか、改めて相棒って素晴らしいドラマなんだなということをちょっと語りたくてですね、皆さんもうね、説明しなくても一回もない子もおったけどね、さっき一回見たことあると思うんですよ。まずこの相棒というドラマが一体どういうドラマなのかを言う必要もないんだけどもね、説明したいなと思うんです。でその前に、知ってる人救急車はもう来るよ。そら相棒の話してたら事件は起きるんやもん。それは事件は待ってくれませんよ。事件は待ってくれませんよ。ものまねもできる。今もう相棒ファンおー言うてるよ。ブチギレ浮きを出たー言うて聞いたーってなってるよ。プギャー言うて流れてるわ今。実は知ってる人知ってると思うんですけども、岩井川の井川、芸人やる前に多少役者の仕事をかじっておりまして、実は井川がですね、初めて出た2時間ドラマで主演をされてたのが水谷豊さん。でしかも絡みのシーンがありまして、作業スタッフみたいな役名も何もないで、そこに水谷さんがいらっしゃって、でなんかちょっとセリフ交わしてっていうだけのワンシーンやったんですけど、もうこっちガチガチに緊張して、俺がその作業をしながらセリフ言うっていうことがもうできなかった。 NG をね3回ぐらい出したのかな。で1回目出した時に「もうすいません」って言ったら「いやいいよいいよいいよ」って言って3回 NG 出しても全然嫌な顔一つせず、「いいもっとリラックス」っていつも井川君が喋ってるようにやってくれればいいから、ほんまに優しい人なんですよ。でその水谷さんがやってるドラマということで井川は見始めたのがきっかけなんですけども、この「相棒」というドラマ実は2000年から始まっておりまして、もともとは土曜ワイド劇場という枠がございまして、2時間ドラマ、いろんなシリーズの2時間ドラマを放送する枠の中でスペシャルドラマとしてスタートしたのがこの「相棒」の原点で、その最初のタイトルは「相棒警視庁2人だけの特命係」っていうこんな長いサブタイトルみたいなのがついてたんですね。でこの2時間ドラマを数回やってめちゃくちゃ面白かったんです。評判も良くて数字も良くて、でこれ連ドラ化しようやないかということになって、2002年10月から満を持して連ドラとしてスタートするわけです。今やシーズン19でございます。ありますかこんな長寿のドラマが。シーズン19まで続いておりまして、劇場版が4作、スピンオフ映画も2作作られております。これどれも大ヒットしております。そういうドラマが「相棒」というドラマだということをまず言っておきたいんですね。ちなみに右京さん書いておきました。一つよろしいですか。一つよろしいですかっていう時は大体2つ3つ聞きます。どういうふうに聞くんですか。一つって言うたのにめっちゃ聞くんですよ。で1分だけって言って取り調べ室入ってきても3分ぐらいいます。どういうふうに。大体だから1って言った時は3って思っといてください。どういうふうに。うるさいなお前。どういうふうにっていうのはどう答えるの。一つこれね、こうしないこうなんですね。一つよろしいですかっていうで1分だけの時もこう手のひらを絶対見せるんだよね。右京さんの所作っていうのはね、実はものすごいこだわりみたいなのを感じる。所作とセリフ回しと口調といろいろあるんですけど、天才ですわな右京さん。杉下右京っていうのはもう天才的なインテリジェンスを持ったで、これお紅茶持ってね、ファッションとかも注目してるんですけども、クラシカルなブリティッシュファッションを着こなしております。右京さんは若い頃実はロンドンに行っとるんですよね。でその時の名残やと思うんですけども、すごくこだわったサスペンダーとかもね、実は1回サスペンダーも二股で止めるやつから一つに変わったりとかね、いろいろ変化してるっていうスタイリストさんのインタビューを読みました。でそして歴代相棒を振り返っていこうじゃないかということでございます。プレシーズンから初代相棒を務めたのが亀山薫さん。これ寺脇康文さん演ずる亀山君っていう、亀山君呼びしてましたわ右京さんは。そして2代目がこちら神戸武、これミッチ及川光博さんが演じた。これちょっとスタイリッシュな感じのね、これ実はもともとの設定は特命係にスパイに来たっていうね、杉下右京を偵察に来たっていう設定がねあったんだよね。で3代目成宮君演じる海藤。甲斐峯秋さんの息子さんです。石坂浩二さんですね。大橋巨泉さんの言い方で呼ぶと平ちゃん、武藤平吉っていうんですよね。大橋巨泉さんは石坂浩二さんの本名の方のあだ名で呼ぶ癖があったそうです。そして現在も続く4代目相棒が冠城亘、反町さんですね、今演じておられる。結構もう長いことやってはりますよ。でこれちょっと一人ずつ詳しく言っていくとね、まず最初亀山さん。亀山さん、寺脇康文さん、特番からシーズン1、そしてシーズン7の9話まで出演されました。で寺脇さんっていうのはもう右京さんと対照的にワイルドで行動的で肉体派で、ちょっとこうお茶目というかね、お笑いキャラといいますかね、抜けてるとこもあるよみたいな。でこれね、相棒の初期って結構コメディ要素も強かった部分があるんですよね。それを担ったのがやっぱりこう寺脇さん。寺脇さんもともと芸人さんですから、そのお笑いの間とかね、コントの間みたいなのはもう抜群で、表情の作り方とか。相方は誰でしょう？岸谷五郎さんや。劇団 SET で作った接待っていうグループでやられてた寺脇さんがいまだに歴代最長相棒の記録は持ってらっしゃいます。2000年から2010年まで約10年間出演されたんですけども、その中で実は最初の亀山君の頃には相棒に恋人がいまして、鈴木砂羽さん、これも重要なキーパーソンとして出てきて、でお二人は付き合ってるんですけども同棲したりだとかして、でちょっとねまさかの浮気して一回お別れするみたいな、そういうラブストーリー要素も少しあったりとかして、で結局亀山君はどういうふうに相棒をいなくなるのかっていうと、亡き親友がですね亡くなっちゃうんですね。そのずっと事件に巻き込まれまして、でその彼の意思を継いでですね、恵まれない地域の人たちとかのみんなの役に立ちたいということで、サルウィンっていうね共和国があるんですけども、ボランティアに行くっつって右京さんに別れを告げるわけですね。で現在サルウィンでボランティアをしているという設定で、卒業されることになります。でここで一つなかなか知らないであろう豆知識を紹介したいなと思うんですけど、サルウィン共和国って架空の土地なんですね。実際に相棒のロケ隊がサルウィンで作業しているみたいな亀山君を撮影しに行った場所が実はフィリピン。井戸を掘ってる亀山君っていうシーンを撮る時に、そのシーンのために本当にそこに穴掘ったんですって。ほんならマジで井戸掘り当てたらしいんですよ。水出てきて現地の人大喜びしたらしいんですよ。でそこに監督の泉誠一さんっていう方いらっしゃるんですけども、泉さんの手形と英語で AIBO 相棒と記した井戸がフィリピンにできたそうです。あと亀山君のファッションでいうとね、米軍のジャケットとカーゴパンツっていうのがトレードマークですね。ツンツンヘアに。実は相棒が人気すぎて亀山君が着てるフライトジャケット、実際に販売されたことがございます。これが定価が3万円ぐらいしたのかな、即完したそうですよ。それぐらいやっぱ最初の初代のシーズンのね人気って凄まじかったんですね。それこそ視聴率も 20% 超えるのは当たり前でしたから、亀山君が残した功績っていうのは多かったんじゃないかと思います。ちなみにこの亀山君はコーヒーを飲むキャラクターでした。でこの亀山君が使ってたコーヒーメーカーなんですけども、現在も特命係に置いてあります。亀山君はコーヒー派で、一方右京さんはおなじみの紅茶派として、ジョボジョボジョボっていうすっげえ高い位置から、もこみちさんがオリーブオイルをかける位置よりも高い位置で半分以上こぼれてんちゃうかいうぐらいの高さで注ぐのでおなじみですけども、実は水谷さんは普段はめっちゃコーヒー飲みます。これはもう実際私現場で見ましたし、コーヒー入れて持ってったこともありますから、これまだまだね本当は言いたいことあるんですけども、とりあえず今日は相棒の成り立ちと歴代相棒の紹介だけさせていただきました。一つよろしいですかでした。ありがとうございました。チャンネル登録高評価お願いします。